こんにちは、ダイスです。今回はミートピアやっていきましょう。それでは前回からの続き、3番街のボス行ってみたいと思います。このメンバーでいいのかは謎です。とりあえず当たっていくだけのやってみましょう。どんなボスがいるのでしょうか。出てきたボスは、黒いでっかいカエル、しかも2体カエルキングとカエルクリーン。待って、キングとクイーンがいる。これはどうしたらいいんだろう。怪しすぎますよね。どっちから倒すの。攻撃があんまり入ってない気がする。しかも全体攻撃、顔、ちょっと待って、息を吸い込むってまずいやつじゃないですか。わかんないけど、ジンバ一体しときましょう。これ顔怖いよ。あのクイーンだけじゃないですよね、この技。多分何回か吸い込んだら攻撃が来るとか、そういうパターンな気がするんですが、違うのでしょうか。とりあえず超強力な技かけておきます。倒れはしなかったけど、だいぶ入ったよ。頑張れ。なんでキングの方、クイーンの方にしよう。みんなバラバラだな。頑張って、挟み撃ち。待って、こっちもさらに息を吸い込む。なんかしてる。痛い。臭い、何の匂い臭い匂いは何の匂いでしょう。ちょっと待って、もう一回これ来るとまずいですよね。 HP 少ないところに入れとこう。こんなに早くふりかけ使うと思ってなかったです。 MP はね、一回大技やってしまえば使うの分かってたんですけど、まずい。ちょっとノリノリをこっちにつけよう。なんとかなるかな。次どうしようかな。1体だけのダメージにした方がいいのか、全体にした方がいいのか分かんない。あ、カエルキングがもうちょっと、じゃあカエルキング狙おう。頑張って、カエルキングにしよう。よし、みんなキング狙いだ。分かんないけどキング狙いしよう。全体、我を忘れている。145、だいぶ入りましたね。でもまずい、息、臭い、息吐いてる。これ悲しい。しかももう一回やるのかな。まずい。これどうすればいいの。ふりかけだいぶ使うってことですよね、多分。回復ね、ロゼッタがしてくれると思うけど、ちょっと怖いので、一応回復を入れて、どうしたらいいんだろう。何の技をすればいいんだこれ。さっきと同じくコウモリトルネードをかけてみる。倒れるかな。まだな気がする。きた、よっしゃー。残りはクイーン。なんか早いかもしれない。ジンバ一体使ったからでしょうか。マガンギリ、馬やろう。で、騎乗攻撃に、533、めっちゃ入る。あれ、馬の力すごいね。まだかー。ファントムアタックでも足りてないよね。また来てる。臭い息される。大丈夫。76、あれ、臭い息がなかった。なんででしょう。しかも2回連続で来てるよ。これは嬉しい。540、来たー。やばい、今までのボスで一番早かったんじゃないでしょうか。
しかも1万ですね。カエルジュースと上カエルジュース、すごい。経験値1万はすごく嬉しいけど、もうボスと戦いたくない。ネオンシティ3番街にいる強敵カエルキングとカエルクイーンを倒そう。達成。そしてハプニングも発生。キノピオが風邪をひいてしまった。悲しい。いや、なんか伸びてる。なんで？ここ行ってみていいのかな？わかんないけど行ってみましょう。今出ましたよね、多分。ちょっと見てなかったんだけど。どうも。これ出ててたね。僕が誰だかわかりますか？はい。ありがとう。本当に、本当に嬉しいです。さて、あなたに持ってきました。最後にして最大の試練を。どういうこと？姿を現せ、隠されし東洋。え？あ、恐怖の塔というものが立ちました。どういうこと？これは恐怖の塔。これまでにない過酷な戦いが待つでしょう。健闘をお祈りします。それではさようなら。え、それだけ？何の説明もなし。過酷な戦いになるっていうことだけ。恐怖の塔に行けるようになりました。これ3番街を終えると出てくるのかもしれないですね。やばい。さっきのは、何でしたっけ？大魔王の正体だったやつですね。だったやつ。え、どうしようかな。一応3番街まで行けて、恐怖の塔も進めたので、ちょっと呼ばれているここに戻ってみようと思います。こちらのクエストがメインのクエストなのかがわからないんですけど、ずっとね出てるんだよね。ということで、フォスティン、文章書き戦車、元人気作家のフォスティンです。その元っていうのがすごく気になるね。最近ヒット作に恵まれないんだよね。愛用のペンをなくしちゃってね。それからどうも調子が出ないの。よかったら探すの手伝ってくれない？これ行ってみましょう。マジシャンスーツっていうことは、もしかしたらヴァンパイアゲットした後のイベントなのかな。でも今私着てないかな。私着てるのと一緒だよね、それ。え、なんかかわいそうになってきたからちょっとやります。私着てるのと一緒なんで2個になっちゃうんですけど、売ればいいよね。これ今色変えてきてるんだよね。なんでなんだろう、かぶってる。とりあえず一緒に行ってみましょう。海辺の洞窟でなくしたと思うんだ。どこ行ってんの？海辺の洞窟とかすごい強いところいるのに、よく行きましたね。海辺の洞窟ってガラパス諸島じゃないや、諸島じゃないね、ガラパス島ですよね。しかも洞窟の中で探して、そっち新たな道ができました。嘘。え、だから、マークが出てたのかな。なんか奥にはいそうな雰囲、なんかいる。なんかいるの見えましたね。え、とりあえず行ってみましょう。なんかインタビューさせてくれないって言われちゃいました。なんで？今までの旅のことを話した。まさか小説になる？深みがあるな。聞かせてくれてありがとう。インタビューの謝礼です。なんだって？ MP やべを1個もらいました。次の小説になるかもしれませんね。これで着くかな。着きましたね。行ってみましょう。何がいるのか分かりませんが、ボスと思います。どんなボスなんでしょう。まあ、もらえるものはもう持ってるものにはなっちゃいますけど、多分この辺のはずで、まさかペンになる？フォスティン？まさかのペン？すごい、全然違う、怖っ。え、待って待って、怖っ。待って、ハンマーじゃなくてそれ持ってるやつめっちゃ怖い。お化け。どう見てもお化け。え、怖すぎるでしょ。カエルも怖かったけど、これ怖い。怖
ほらほら、恐怖だよ恐怖、どうしても恐怖だよ。だって怖いもん。こんな怖いの。あ、勇者との好きレベルがアップした。かなり大好き。この二人には幸せになってほしい。きなこが危ない。よし、やってみよう。大丈夫？お、回復した。あ、敵の容赦ない。外出そう。あれ？こっち。頑張ろう。これどうすればいいんだ？トルネード？めっちゃ怖いな、顔。すごい、手助け入りましたね。勇者が手助けして、ダイスも手助けしてからの自分を癒す。攻撃であってほしかったかな。これあれなんだね、絶対怖くなっちゃうんだね。あの青色の液体ペンキついてると怖くなっちゃうんですね。それを覚えました。これどうすればいいんだろう。ちょっと頑張ってみよう。バリア、お、来た。馬との攻撃260、結構いい感じで入りましたね。相性があるのかな、さっきの敵よりも強いのかな。ちょっと待ってここはもうふりかけ使うしかないよね。よし、一回回復して、そして安全地帯から勇者は出すと。ここからやっていこう。コウモリトルネード、やっとこれで半分かな。マガン切り、手助けして、あ、攻撃になりましたね。ちょっとでも削ってほしい。もう一度攻撃、メガファイヤー。あ、結構削れてる。ハンマーより持ってる方が怖いよね、あれ。お化けっているんですね。あ、ここも1万でした。すごい。2回連続で1万ボーナス？かなり上がりましたね。怪物のお腹の中にあったの。え、それ使うの？ベトベトするけど洗えば使えそう。あ、使うんだ。物は大事にですね。なんとお礼を言えばいいか。マジシャンスーツをもらいました。お金にしましょう。今お金ないんだよねお金ないんですよね。買っちゃった。いろいろ買ってしまってお金がなかったので、これはこれで嬉しいかもしれない。はい、ということでクエスト一つクリア。お、また戻れるようになりました。結構真ん中の旅人の街にもいろいろとつきますね。お、いたいた、ホスティ。すごい勢いで筆が進むよ。これは名作の予感。私のやつかな。お使いとかもありますね。結構いろいろ出てるので、どれがびっくりマークがついてるやつなのかが全然わからないけど、またこっちも進めていかないといけないですね。はい、ということで今回は3番街のボスとマジシャンクエストになるのかな、行ってきました。かなりボス怖かったんですが、勝てたので良かったかなと思います。次回は4番街も進めていきたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。